私は誰だ、何のために生まれてきた、私はなぜここにいるのか。わーい、リュウツー先生すごい。なぜだ、なぜこうなってしまったのか。あれは、助けていただいて本当にありがとうございました。いや、気にするな。私、ポケモン幼稚園で先生をしているのですが、少し目を離してしまって。あのね、ひともし君とバザマシンごっこしてたの。はい、波乗りを覚えさせました。やったー、わーい、助けてー。バカなのか。まあいい、とにかく次は気をつけるんだぞ。では私はもう行く。あの、もう行っちゃうの？わーい。やれやれ。先生、次は僕の番。ねえねえ、ミュウツー先生は好きな食べ物ある？うん、私はね、焼き鳥食べてみたいの。なんで止まったの？下ろして、お願い、下ろして。私は何のために生まれてきたのか、その答えを知るために私はあてもなく旅をしてきた。私は人間に作られた、戦うための道具として。私は私が作られた理由を否定して生きても良いのだろうか。私の中に生まれた心地よい感情、私はそのために生きても良いのだろうか。みなさん、お家に帰る時間ですよ。バイバイ、ミュウツー先生。また明日も遊んでね。私はなぜここにいるのか。それはまた明日、ここに来て答えを探すとしよう。あの子たちの笑顔を見ながら。私はゲノセクト、人間に作られしポケモン。私と同じく人間に作られ、主の元から逃げ去ったポケモンミュウツー。彼を連れ戻す命を受け、私は今やつのところへ向かっている。やつがなぜ逃げ出したのか、その理由は知らないが、ミュウツー、貴様を必ず主のところへ連れ戻す。あ、そこの僕、ミュウツーってポケモン知ってるかい？うんうん、あ、そっかそっか、あっちにいるんだね。ありがとう。じゃあ教えてくれたお礼に木の実をあげるからね。見つけたぞ、ミュウツー。貴様、幼稚園の先生謎やっているのか。お前はゲノセクト。そうか、私を連れ戻しに来たのか。無駄だ、私は戻るつもりなどない。どうしてもというのなら、お前を焼き払うまでだ。あくまで抵抗するつもりか。だがいいのか、そんなことをすれば。この子たちも道連れになるぞ。さあ、この子が焼き鳥になってもいいのか。そんな、もくろうくんが焼き鳥になって。焼き鳥って言わないで。わかった、お前の言う通り、私はおとなしく故郷へ戻る。だから子供たちには手を出すな。
素直だな。そんなに子供たちが大事か。さあ、行くぞ。私がテレポートを使う。ゲノセクト、お前も一緒に来い。安心しろ。すぐにここへ帰ってくる。だからそれまでいい子にしてるんだぞ。先生、ユンズー先生。戻ったぞ。早っ。奴を遠い辺境の地へ置いてきた。これでしばらくここに戻ってくることはないだろう。え、どこ？ここ。おかえり、ミュウツー先生。戻ってきてよかった。変顔。変顔。やめろ。もうサザンドラさん、子供たちが真似しちゃうので気をつけてくださいね。すみません、サーナイト先生、もう少し強めに言っていただけませんか。え？気をつけてくださいね。そうです。あとできれば私を踏みつけ見下しながらすることしかできないの。このやろうと言ってくれ。あははは、もくろうくんも一緒に入ろうよ。僕は今日は入りたくない。今日の朝ふさふさに羽を溶かしたばっかりなんだよね。結構頑張ったし、しばらく水に濡れないようにって。私はサーナイト、ポケモン幼稚園の先生をやっています。今は最近来たばかりのミュウツー先生に幼稚園の仕事を教えているところです。あとたまにいる凶暴な野生ポケモンから子供たちを守るのも大事な仕事ですね。わかった、そういうのは得意分野だ。おい、ミュウツー、やっと戻ってきたぞ。貴様、この前はよくも私を辺境まで飛ばしてくれたな。ここまで戻るのがどれだけ大変だったか分かってるのか。ほんといい加減にしろよ。戻る途中凶暴なポケモンの群れに襲われるわ、人間に捕まりそうになるまで大変だったんだぞ。まあ確かにな、知らないと調査するのは少しは。こっちに来ちゃダメよ。あ、サーナイト先生、危ない。ミュウツー先生。サーナイト先生、怪我はないか。という感じで、今日はミュウツー先生に助けてもらったの。その後もミュウツー先生は凶暴なポケモンをあっさり追い払ってくれたのよ。すごいですわ、ミュウツー先生。私、ミュウツー先生に惚れてしまいそうです。ねえ、先生もちょっと惚れちゃいそうかも、なんちゃって。あ、じゃあ僕が聞いてきてあげるね。ミュウツー先生もサーナイト先生のことを好きって。余計なことはしなくていいのよ、マクロー君。食い込んでる、てか食い込んでるよ先生。ミュウツー先生、一緒に遊ぼう。ミュウツーめ、二度も私を飛ばしやがって。だが次はそうはいかんぞ。
奴に気づかれないように近づき、隙を見て襲いかかる。あ、やだー、もう痛くない。ミュウツーさん、騙さないでください、お願いします。